おはようございます。日本語だんだんポッドキャストのゆかりです。皆さんは日本のコンビニは好きですか今日はコンビニのビニール袋の話です。日本で有名なコンビニはいくつかありますね。例えば、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなどです。 買い物をするとビニール袋に入れてくれます。この袋は有料です。有料とはお金がかかることです。つまり袋を買わなければなりません。ちなみに有料の反対は無料ですね。 ビニール袋は5円くらいです。コンビニのレジで、袋はいりますかいいえ、大丈夫です。と言います。い,いえ、大丈夫です。の他には、袋はいりません。そのままで大丈夫です。ということができます。 あなたの国では袋は有料ですかそれとも無料ですかでは今日も最後まで聞いてくれてたんだんです。また明日。